リネンのハンカチリネン、またはアザブとは、アマの繊維を原料とした織物の総称。フランス語ではリンネル。講義で朝繊維に含まれ、朝特有のカラッとした風合いがある。中近東では、肌着として使われてきており、エジプトのミイラを巻くのにも使われた。また、これから展示て、ホテルや病院などにおいて、シーツ、枕カバー、タオル、 テーブルクロスなどの布製品を総称して、リネンという。実際には現代では、必ずしも、シーツ類に、リネン製品が使われているわけではない。これらの布製品を選択した後保管するための部屋は、リネン室という。一般には、薄地の、さらりとした丈夫で、吸湿性がある織物を指し、光沢がある。素地の色は白か、淡い黄色、麦わら色。 造毛色などと形容される。夏物の衣服のほか色譜、テーブルクロス、ハンカチ、レース地など拾いようと持つ。厚地のものは骨の、カンバスなどにする。日本では、理念製品のことを朝と呼ぶ場合が多い。日本で古くは、朝とは、大麻やカラムシであったが、後に、海外より伝わった、似たような質感のアマなどを含めた、植物繊維全般を指して、 アサの名称を使うようになった。現在の日本で流通しているアサ製品のほとんどは、アマから作ったリネであり、家庭用品品質表示法のアサと呼べる繊維に、変風は含まれていない。視界付近で発見されたリネの布地紀元前8000年頃のティグリス川、ユーフラテス川にアマが生えていたことが確認でき、紀元前3500年頃の古代エジプトの交易品に、 すでに、リネンが、金、銀、穀物、パピルス、ロープ、陶器、彩色瓦、牛皮などに混じって登場する。炭素年代測定によって、およそ5100年から5500年前の2016年時点で、最古の織物とされる、エジプト初期王朝時代のリネン製のドレスが、同定されており、V ネックの首元で、プリーツも施されており、その技術の高さがうかがい知れる。 古代の中近東では、肌着としてよく使われ、エジプトではミイラを巻くためにも使われた。イエス・キリストの遺体を追った、聖、ムクロルのも理念であることが、聖書の記述で伺える。現代のヒンドゥー教徒も、天で意外を包み、聖なるガンジス川へ流す。古代、ギリシアや古代ローマでは純白の理念が珍重された。博物学者大、プリニュースの記述はこうである。 エジプトのアマは少しも丈夫ではないが高値で売れる。この国には4類ある。タニティクム、ペルシアクム、ブディクム、そしてテンチュリティクムで、それができる地区によって名付けられている。エジプトのアラビア方角にある上部では、人々がまたと呼んでいるが、もっとしばしば羊毛を意味するギリシア語で呼ばれている一種の漢木が作られている。そのことからそれで作った理念に、 クシュリナという名が与えられる。これは小さな干木で、それに野木のある喧嘩のような実が垂れ下がる。その実の内部は絹状の繊維で、その綿毛を糸に紡ぐ。この糸くらい滑らかな織物ができるものはない。それで作られた衣服はエジプトの僧侶の間にすこぶる人気がある。18世紀では特に生産量が大きく、イギリスでは小麦や 鉄のようにありふれた素材だったようで、カール・マルクスの資本論で交換価値を説明する最初の箇所から20エレの理念イコール1着の上着という例が出され、JS ・ミルの経済学原理でも比較生産費と公益条件を扱う例として、ドイツのラシャと共にイギリスの理念が出てくる。日本のマルクス経済学者、宇野構造長、経済言論でも交換商品として、 理念を例とする伝統が残っている。日本では明治時代以降に北海道で繊維用に広く栽培されたが、1960年代には衰退していった。ありがとうございます。